た罰ゲーム的な感じのお菓子を買ってきました。そう、ニコルので、それはこちら、ご客お願いします。はい、はい、これを食べますっていうのは嘘で、かぼちゃ、これと、これでグレープ味、カレー味、苦い味、あーなんか怖いかなって、で、あーしゃー、プッチョで激辛のやつがあるらしくて、こっちから食べていこうかなって思います。こっちは罰ゲーム的なやつですから。なんかこれ普通にカレー味って美味しそうじゃない。じゃあ、開けてきます。あ、もうこれどれかどれかって分かるのかな、みんなどれにする。じゃあ俺ちょっと怖いし、これ怖いやつほど多分美味しい、ね、はい、いいよ。怖いやつほど、怖い。じゃあ俺これ、なんだろう、ちょっと待って。じゃあまず俺思ったのが、みんな多分色で分かっちゃうと思うんだ、だから目つぶって、目つぶって食べなさい。はい、オッケー。大ちゃんから。そう、待って、超怖い。色全部一緒なんだ。おいしい、グレープ。おいしい。何味？超おいしい。何の味？ぶどう？あれ？わかんない。なんだよ。じゃあ次俺。おお。これさ、毎回俺ハズレ引くけどさ、いや、匂いだけ嗅く。大事や、匂い嗅いだからなんだよ、分かっちゃう。分からない、言わない。いくよ、スリーズワン。はい、何味？カレー味だな。カレー味です。これ分かるよ、カレー味っていうの。なんかカレー味っていうのは分かんだけど、そう、いっくんが気持ち悪い悪魔と変なドラキュラがいるやつ。俺無理かもしんない。やばい。食べる味、おいしい？おいしくない。ラザン食べる？うん、うん、多分ブドウだと思うよ。じゃあ次。本当に美味しいのかな。顔がだんだん汗出てるよ。顔がだんだん。写真見せて。なんか本当に美味しい。これいいよ。大事。匂いがなかったということは多分まずいやつ。どう？ぶどう？ぶどうかい。あつき2個目いきます。上向いて、せーの。おいしいかな。そんな薄いリアクションなの。お、苦い。見て、まずかった。次はロシアンルーレットプッチョを食べます。おいしょ。イエーイ。じゃあ俺青かな。じゃあ俺赤。なんかあっくんだけ色が違う、白でね。せーの。あ、こえる！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 あ、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 やべ。辛い。やべ。辛い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 。全然酸っぱくの。おっくん、美味しい。うん、めっちゃ美味しい、こっちの。初めて辛いって、やだ。大ちゃん、こっ
白って甘い。やべえ、これやべえ、だって辛すぎる。絶対俺当たるよね。水筒用意して第2回戦いきます。だってこの辛さちょっと異常なんで、あの、なんだと抜けていきたいと思います。このね、だってこれ2回できたらやばいって。うん、やばい。これ酸っぱいのもあるんだ。しかし、あ、辛いの、辛いのだけ。え、怖い。じゃあ、2回戦目いきます。せーの、辛い。あは、辛くても知らないかんな。知らないよ。あって、これなんか辛いやつじゃね。ジョーカーは辛い。待って、やばい。なんだなんだ、ね、ティッシュ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 。やばいって、やばいって、顔が赤い、かわいそう。あ、やば、赤っ。なんだなんだ、だよね。はいはい、べべべべべべべ。熱い、熱い。あ、もう食いだすこと。あ、大丈夫。やばいね。だってこれ体重年齢とか書いてたのに。あくん最後のカット。やばいね。小さいお子様や辛いものが苦手な方は十分注意してお召し上がりください。はい、というわけでちょっとやばい、ちょっとなんか飴食べてみたんですけど、正直言って、あの、最初あのこれ食って、あの、あ、あんまり外れて外れがないな、安心してたんです。したらこれね、あの、最初食べてて、俺最初、あ、辛いやつだなって思ったんですよ。あ、辛いけどいけるんじゃねって、そんなロシアンルーレットに使うような辛さじゃないでしょうと思ったら、じわ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 来て、なんかやってるよ。なったん、なったん、なったん、なな、気にしないでください。後から来て、あの、最後とてつもない辛さになりました。2回戦目、このプッチンの2回戦目の白とピンク当たって嬉しかった。なんで勝負したの。あつきは結構強運なのかもね。まあ、あくには出なくてよかったけど。で、これから大地の時代です。皆さん覚えておいてください。次こういうのやった時は大地が当たります。じゃあ次回でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしく。そんなにしつこいと嫌われちゃうんだよね。